いや、ハロー、こんばんは。はい、ただいま9月8日水曜午前3時3分ですね。はい、今日もうちの母が寝てからですね、隣の関君、Dアニメストア上では2話と3話見て、次4話ですね。4話、14話から17話です。はい、では自己紹介。はい、僕の名はマジライド芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしながらハーモニカを演奏してタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主、テレビには25回ほど出ております。やればできる、諦めない、これを伝えたくてですね、主に子供たちの前でショーしております。現在40歳、芸歴15年目マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。現在ですね、コロナの影響で、イベントが全くなく、1年半ほど事実上の無職状態となってまして、貯金切り崩して生活してます。めちゃめちゃ節約をしてますんで、ずっと家にいてます。はい、その間にアニメにハマって、約1年半で440作品ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、現在アニメリアクターやってますが、なぜ職人なのか。はい、もともとですね、ここはも、僕が一人暮らしをしていたワンルームの家ですが、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちの母にいろいろありまして、向こうで住めなくなり、一人暮らしも難しくなり、独身息子の僕の家にやってきました。で、約束として、僕は家主なので、家賃光熱費は僕が払う、当然。その代わり食費とその他は払ってくれという約束のもと、母は僕の家に住んでます。はい。もうすぐそこで寝てます。2メーターぐらい先で寝てますんで、声が出せません。あと、家にいる間は基本的に撮影不可能です。はい。そんな状況でアニメリアクターやってます。やればできる、諦めない。これを伝えたくて、会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、コロナ禍において今、アニメリアクター、マジでやってますんでね。まず、やればできるを見てほしい。はい、こんな筒作りました。これがあればカメラに声が届きます。小声でもね。で、その理由ここに貼ってます。初見の方意味がわからんと思うんでね、はい、で工夫さえすればアニメリアクターはできるということですね。あと、諦めない、これ僕の動画の再生数見てください。ずっとと言ってくれ2桁が続いてます。もう正直心もうベリベリです。もうバッキバキです。指2本だけで崖にぶら下がってる状態みたいな感じ。もう指さえ離せば楽になれると。ただね、頑張って続けていけば何かきっといいことあると思って、この1年5ヶ月むちゃくちゃアニメ見てめちゃめちゃ投稿してます。諦めずにね。はい、もう根性だけでアニメ見てますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。あとは本業を知っていただきたいので、説明文にホームページ、SNS 各種、PV とかも載っけてますんで、はい、この技の動画見てください。あと、僕のショーを見て喜ぶ子供たちの姿も見ていただきたいと思います。めっちゃ可愛いです。はい、そして、コロナが終わったらね、この動画をきっかけに僕を知っていただいた皆さんに生でショーを見てほしいというのが僕の今の目標、夢です。ぜひとも応援してください。はい、であとはね、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに作品ごとにまとめてますんで、ぜひそちらもチェックお願いします。はい、前置きが長くて申し訳ありません。では行きましょう。隣の関君、14から17話 D アニメ上の4話ですね。あ、しまった、ページ変えるの忘れてた。はい、ちょっとお待ちください。読み込みを押す。変わらへんのね。あ、なるほど。前半クール、後半クールで歌変わるか思ったら変わらへんのですね。あ、漫画が変わった。
子さんウインナーが鉢巻き巻いてる。14次元目お弁当、タコさんウインナーオンリーの日の丸弁当。三連たくさん多いんだを串刺し。いや、進撃の巨人やないか。アスパラガスと衣。いや、自分で作ったんちゃうのこれ。普通に食った。と言いつつずっと気にしてるよな。あ、串刺し。なんで泣くねん。なんで横が泣くねん。
あ、まだある。うさぎちゃんのリンゴ。あれ、あ、エンディングも一緒か。美術室。あ、後藤さんや。あら、あら、これはどういうパターン？主観に基づくものです。土俵出てきたぞ。あ、紙相撲や。あ、今回は横井の代わりに後藤が。アシュラマンや。はい、15次元目紙相撲です。相手アシュラマン。あ、違うわ、何これ、メカか。破局と勘違い。ああ、勘違いやな。どこをどう見てあんなに分かり合ってたんや。戦車キャタピラついたぞ。
でかなったぞ。鉄球ついたぞ。いや、デコ盛りさないみたいになってる。横井の亡霊が見える。後藤さんビジョン。あんなに愛し合った二人で。後藤さん、さくらこっちのね。昇格室初めてやな。また将棋や。
チェスやね、チェスやね、これですね、16事件目。角が落ちたね。風が飛んできた。何してんのこれ。あ、なるほどね。暗いから余計にね。横井さんが飛ばした。背後から置いてたのね。なんというしょうもないことをしとるんや。事務所
まさかのスカートが椅子に挟まってるとはね。目隠し 目隠ししたぞ。福笑い。はい、17次元目、福笑いです。髪型とひげ？髪型やね。リーゼントと七三分けかな。パンチパーマね、これ。
ふうて。なんかウォーズマンの呼吸みたいになってるやん。サザエさんの家になってへん、これ。サザエさん、完全にサザエさんの家。はい、ということで14話から17話でした。14話が弁当ですね。タコさんウインナーのお話でしたけれども、タコさんウインナーにハチマキ巻いてるのがおもろかったな。買うと、あれ海苔でつけてんのかな。で、マジレスするとまさか三連タコちゃんウインナーがあって、それに何仲間を助けようとする姿を思い浮かべ感動する横井さん、おもろすぎる。次が15話が、横井さんが風邪で休んでしまって美術室で、後ろから紙相撲をしている、関君を見る後藤さん、すごい勘違いでしたね。2人が破局して頭おかしになったと思ってこうなったと。破局したショックで学校を休んだ、横井さん、破局のショックから紙相撲をしている、関君というわけのわからんことを想像してしまってましたね、後藤さんね。うん、で、まあ、最終的にまあ元気になってよかったみたいな、なんか2人があれほど愛し合ってたのにという勘違いがおもろかったですね。で、16話が、なんだっけ、チェスト将棋か、
あれはもう暗いところやから黒いチェスの駒が強かったと、強かった、暗くて見えへんからって、まあ、それを妨害する、地面、床から拾って妨害する横井さんが最終的に、席の椅子でスカート挟まれて動けへんくなったという、まあまあなかなかのオチでしたね。ちょっとあれ、あのオチは読めんかったとか、全部オチは読めへんな基本的に、うん、で最後福笑いおもろかったな。福笑いおもろかった。まさか福笑いで子供の人生の何一生をやっていくとはね。すぐくれた、子供くれたっていうのは、うん、いやおもろかったですね。まあ、オチが、まあ、うん、まさか関の手にか、あの横井さんの息がふーかかってテンパって元に戻りましたね。なんか全員あのどっか飛んでいくんかっていうふうに思ったんですけど、ちょっとそこは読めへんかったな。はい、これちょっと全部おもろいな。これ隣の関君はおもろい、うん、なんか大声出して笑いたいですけど、ちょっとそれが無理なんで、あの今実は腹痛いですからね、結構笑ってるんで、あの小声やし分からへんと思いますけども、はい、ということで隣の関くん14話から17話、D アニメ上の4話でした。どうもありがとうございました。よかったら高評価とかね、チャンネル登録などなどよろしくお願いいたします。以上、マジラジオ記念浜でした。どうもありがとうございました。それでは。